はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画でーす。今回は、チューハイです、ウィルキンソンのハードの、無糖クールシトラス、アルコール度数 9%、 期間限定刺激強め無糖チューハイ、無果汁、ジンを使用、甘味料ゼロ、プリン体ゼロ、糖質ゼロ、原材料がジンと、レモンライム、レモンライムスピリッツと、グレープフルーツスピリッツとシークアーサーと、ごめん間違えた、シークアーサースピリッツと、酸味料と香料。まずそうだな、見た感じまずそうだな、見た感じまずそうだな。乾杯。ああ。ああ。なんか、いや、無糖なんだよ。無糖なんで、うん。甘くはないんですよ。ただね、逆に甘くないから逆にね、飲みづらい。うん、味が。こう、ああ、これあれだな。飲みづらい。いわゆる、人はですね、ポカリスエットとかアクエリアスっていうのは2リッター飲むことは余裕なんですが、じゃあ、あなた水を2リッター飲みなさいって言われた時に、はてどうするか。ね、明らかにポカリスエットの方が、飲みやすいと感じる、ことでしょう。それと同じでですね、人間というのは、若干甘みがあった方が飲みやすいという、舌がそう感じるんだよね。普通の水よりも、ちょっと甘いジュースみたいなの方が逆に飲みやすい。だから、これはね、非常に飲みにくい。えぐい。ウィルキンソンの炭酸のエクストラっていうのが出るらしいです。脂肪の吸収を抑えるって書いてあるね。あ、そんなの出るんだ。へえ。うん。なんかレモンの、違う。なんだこれ。ライムのその苦味とか。あとこれグレープフルーツでしょ。グレープフルーツだっけこれ。レモン。レモンとか、グレープフルーツとか、まあ、シークワーサーとかさ、ね。これの、なんていうか、苦味というか、そういうのが非常に、出てますね、これは。うん。なんか、苦い。うん。苦くて、喉の奥のあたりで、こう、ね、こうなんか、スルッといかないんですよ。スルッといかない。スルッと喉越しが非常に悪いというか、難しいですね。この、あれは、難しい。うん。実に難しいんだけど、これは美味しくないですね。単純に言うと美味しくない。いわゆるサントリーのさ、なんだっけ、チューハイのドライ、サントリーのストロングゼロドライの味ですね。エグさ、えぐみ。喉をこう、スルッといかないような、ね。苦みと、えぐみみたいなのが、実に、強い。
やっぱりね、アルコール度数9%とかだと、大体こういう、しかも無糖だとね、大体こんな味なんですよね。本当にこの似たり寄ったりのこの感じね。まあ、甘味料使ってないだけまだマシなんかもしんないけど、まあ、ぶっちゃけた話、どちらにしろまずい。どちらにしろこれまずい。やっぱね、俺が好きなのは、やっぱ、チューハイとかはやっぱね、甘さがあった方がいいんですよ。で、甘味料は入ってない方がいいんだけど、やっぱり糖類が入ってた方が個人的に飲みやすいので好きなんです。これだと、実に飲みにくい。これ期間限定なのかな？あ、期間限定ですね。今は、無糖ドライと、無糖レモンと、無糖ドライジンジャーが、売ってるらしいですね。ちなみにこの無糖ドライジンジャーが8月の28日に、新発売と書いてあります。これまだ飲んだことないですね。喉越しというか、あれだよね。新感覚の冷涼感、シトラスフレーバーが新登場。こちらですね。無糖クールシトラス。ウィルキンソンハード、期間限定無糖クールシトラスは、ウィルキンソン炭酸を使用し、炭酸強めに仕上げたシトラスフレーバーの、無糖 RTD です。RTD ってなんだ？ベース酒のジンに、果皮から柑橘の香りのみを抽出した独自の製法のフルーツスピリッツで、シークワーサースピリッツとレモンアライムスピリッツとグレープフルーツスピリッツ3種類加えることによって、しっかりとした喉、飲み応えと、ドライなシトラス風味を味わえます。また口の中がスーッとするメントールフレーバーを加えることで新感覚の冷涼感を実現しています。確かにちょっとなんか、ヒヤッとするような気もしないでもないな。そう言われてみればって感じね。言われなきゃわかんなかった。完全に。言われなきゃわかんね、わかんないっすって感じですね。こちらが、今飲んでるのが7月の3日に、新発売したと。まあ、期間限定ですね。期間限定ということで。アサヒは、なんか新商品ないのかな？アサヒちゃんは、あ、これありますね。アサヒダブル。生ビール。ね。アサヒダブル。これがいつ発売？あ、ファミマ限定か。これ前も言ったんですよ。ファミマ今度行こう。ファミマ。ファミマにね、限定で売ってるらしい。アサヒダブルって生ビール。そして、チューハイだと、淡麗辛口ハイボール と書いてある。これが出てるみたいですね。コンビニ限定。ハイボールに淡麗辛口という新しいうまさ。炭酸強めかける、爽快な喉越し。こちらが7月の18日に、発売しております。アルコール度数7%。コンビニで売ってるらしい。これも飲んだことない。今度買ってみよう。今度買ってみましょうね。まあいいや。よし、今度買ってみようっと。ファミマな。ファミマちょっと今度行ってこよう。最近ちょっとあれなんで、台風が来てるんで、今日は一日外出ませんでしたけど。コクはない。コクはない。甘みもない。香りは、まあ普通ぐらい。これは買わない方がいいですね。まずい。単純にまずい。
1132です。えぐい。ということでご視聴ありがとうございました。